自民党総裁が9月27日に選出されます。自民党のトップを決めるこの選挙が事実上の内閣総理大臣を決める選挙となります。今回過去最多の9人が出馬しています。届け出順で高市早苗氏、小林鷹之氏、林芳正氏、小泉進次郎氏、上川陽子氏、加藤勝信氏、河野太郎氏、石破茂氏、茂木敏充氏が出馬となりました。その中でも世論調査などの予想では小泉進次郎氏、石破茂氏、高市早苗氏が上位に来ることが多く注目を浴びていると言えそうです。なお大人の学び直し TV の次期総裁は誰かというアンケート調査では高市早苗氏がトップに上がっていました。そんな中で今注目を集めているのが小泉進次郎氏でしょう。国会議員としても若手の43歳で、総理大臣となれば初代伊藤博文氏の44歳という最年少就任記録が102代目にして更新されることになるからです。ではもし小泉進次郎氏が総理大臣になったら、その若さを武器にどのような政治を行ってくれるのでしょうか。そこで今回はもし小泉進次郎が総理大臣になったら社会はどうなるのか、今何を主張しているのか、他の候補者の政策とも比較しながら考えていきたいと思います。今回の動画を最後までご覧いただければ政治と経済の関係もわかるようになり、日頃のニュースを見る目も変わること間違いありません。このチャンネルではそういった情報を配信しております。少しでも必要な情報だと感じたら、どこのチャンネルかわからなくなる前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。神奈川県生まれ43歳の小泉進次郎氏、これまで衆議院議員への当選は5回、第二次安倍内閣では男性として最年少の38歳で初入閣、環境大臣に抜擢されました。進次郎氏は2001年から2006年まで総理大臣を務めた小泉純一郎氏の次男です。小泉内閣発足時の内閣支持率 87.1% は戦後の内閣発足時の数字として過去最高で、今なお破られていません。聖域なき構造改革を掲げ、在任期間中は強いリーダーシップを発揮しました。大きな実績としては郵政民営化でしょう。郵政民営化とは、それまで日本郵政公社として国の事業だった郵便、保険、郵便貯金といった事業を別会社に分けて民営化するというものです。民間に渡せるものはできる限り民間の運営に委ねることで、より自由な経済社会を実現させようと考えたのです。こういった政策に対しては立場によって賛否があるでしょうが、印象に残る政治家であったことは間違いないでしょう。そんな父親の血を受け継いで、小泉進次郎氏も若手政治家としてメディアから注目を集めています。進次郎氏は環境大臣として環境問題への積極的な取り組み姿勢を見せてきましたが、主な実績としては大きく2つだと言えそうです。1つ目は気候変動対策です。これは2015年のパリ協定の約束を守り、地球温暖化対策を進めていくことが背景にあります。そもそもこのパリ協定とは、地球温暖化を防ぐために世界の国々が協力して温室効果ガスの排出を減らすことを約束するという国際的な取り組みのことです。このパリ協定により、各国はそれぞれの状況に応じた削減目標を設定して、進捗を報告し取り組むことになったのです。ただ日本は石炭火力を支援する世界有数の有志国でもあります。そのことで海外から批判を受けていました。2019年の COP25 の国際会議の場でも批判の対象となり、世界の環境団体が気候変動対策に前向きでない国を決める化石賞まで受賞してしまいました。そういった中で進次郎氏は環境大臣として検討会の発足や政府への働きかけを積極的に行います。その成果として2020年に政府は石炭火力発電の輸出支援を厳格化するという方針を決定します。2021年には新たな輸出支援は完全に行わないという戦略転換に至りました。
もう一つはプラスチックごみ削減に向けた取り組みです。2019年6月日本を議長国として開催された G20 大阪サミットでは、海洋プラスチックごみ対策が本格的に議論されました。そこで2050年までにプラスチック汚染をゼロにするという目標が掲げられます。検討されていたレジ袋の有料化がちょうど始まったことで、進次郎氏もメディアに多く露出していたのは記憶に新しいことでしょう。なお2021年には2030年までに使い捨てプラスチックを累積で 25% 削減するという通称プラスチック新法の閣議決定にも至っています。ただこれらの環境政策への取り組みというのは世界的な動きでもありますから、進次郎氏が具体的な政策を立案しそれを成立させたという実績ではなく、実際まだ経験値を貯めている段階だと言えるでしょう。例えばの比較対象として、史上最年少の39歳でフランスの大統領となったエマニュエル・マクロン氏のケースを見てみましょう。マクロン氏は大統領になる前、経済大臣を務めていました。この立場でヨーロッパ内外でフランスの利益を守るため、各国のリーダーや企業とも直接交渉する機会が数多くありました。また彼は経済大臣時代に経済の自由化と規制緩和を進めるマクロン法を成立させています。自身の名前がつくような政策を立案し、それを実行に移すまでの一連のプロセスを経験しているからこそ、その成果が彼の大統領としての地位を支えているわけです。進次郎氏が日本の総理大臣として国際的な交渉やリーダーシップを発揮するためには、メディア受けする発言だけではなく具体的な政策を打ち出し、それを実行に移すまでの実行力が求められます。もちろん政治家というのは官僚を含めてチームで動きますから、一人だけで決めるものではありませんが、これだけ混沌とする世界情勢の中では、アメリカのトランプ氏やハリス氏、中国の習近平氏、ロシアのプーチン氏など歴史に名を残すような政治家を相手にやり取りする必要があるわけです。党員はそういった視点も踏まえながら総理を誰にするか決めることでしょうから、ここは経験不足が否めません。ただ進次郎氏はメディアに露出して国民を引きつける力というのは抜きんでたものがあると感じられます。例えば環境大臣時代の国連の気候行動サミットでの気候変動のような大きな問題は楽しくクールでセクシーに取り組むべきだというセクシー発言は賛否両論ありながらも注目を集めました。また進次郎公文などと言われる独特の言い回しはネット上でもよく話題になったりします。これはおもちゃにされている例かもしれませんが、少なくとも世論調査で彼の人気が示すように、メディア戦略は若さとそのカリスマ性を発揮して成功している一面はあるわけです。 X のフォロワーは6万人と他の出馬者と比べて控えめですが、 Instagram のフォロワー数は18万人と他の候補者よりも多いことから、女性層を中心に支持が広がっている様子が見て取れます。彼が総理大臣になれば日本の若きリーダーとして国際的な注目を集める可能性も高いでしょう。何より最年少での総理大臣ということで、若手政治家の登用が進み、政治の世代交代が加速する可能性があります。これは大きな変化になるかもしれません。さてその上で彼の政策を他の出馬者とも比較しながら見ていきましょう。進次郎氏は9月6日に出馬会見を行いました。冒頭で、私は総理になって時代の変化に取り残された日本の政治を変えたい、長年議論ばかりを続け答えを出していない課題に決着をつけたい、そして大きな課題ばかりだけでなく一人一人の小さな願いも届く政治を実現したい、子供たちの未来に間に合うように政治を加速させたい、私はそう思いましたと語りました。また私が総理総裁になったら、できるだけ早期に衆議院を解散し、私の改革プランについて国民の支持を問うことにいたしますと衆議院解散についても触れています。また経済改革の部分も気になるところです。進次郎氏は
聖域なき規制改革を掲げ、日本経済の活性化を目指すと表明しました。その核心は、大企業に集中する資源をスタートアップや中小企業へ流動化させることにあるとしています。これにより、新産業の創出と賃金上昇を図る狙いがあるようです。具体策として挙げられたのが、話題になったライドシェアの完全解禁です。これは一般ドライバーが有償で乗客を送迎できるようにするというものです。また、解雇規制の見直しも注目すべきポイントです。終身雇用モデルからの脱却を図り、人材の流動性を高めようという方針を見せています。ただ、多くの不安の声が上がったことから、進次郎氏は、解雇の自由化ではないとして、突然解雇されるようなことがないということを強調しています。規制を緩和する代わりに、リスキリング機会の提供や、企業による解雇時の支援の義務付けなどが構想に含まれているようです。進次郎氏は、これらの改革を通じて、日本経済の復活を目指すと語っています。しかし、これらの提案は、今までの制度や利害関係にまで大きな変革を迫るものであり、実現に向けてはかなり多くの議論と調整が必要になるでしょう。経験不足も懸念される状況で、今後これらの改革案がどのように具体化され実行に移されていくのか注視していく必要がありそうです。そして進次郎氏に立ちはだかるメンツも競合揃いです。調査によって順位は入れ替わったりもしますが、進次郎氏、石破氏、高市氏の3強という世論調査の傾向があります。有力候補の石破氏、高市氏についても主張を見ておきましょう。まず石破茂氏は防衛大臣や農林水産大臣などを歴任しており、日本の防衛や安全保障の分野で豊富な経験を持つ政治家です。12日に行われた演説会では、今回の総裁選を最後の戦いと位置づけ、全力で臨む決意を表明しています。その内容は、石破氏が関心を示している国防や地域創生についてです。中でも、日本の防衛力強化の重要性を強調し、北朝鮮のミサイル発射やウクライナ戦争を例に挙げ、相互確証破壊の限界に触れています。この相互確証破壊とは、核兵器を持つ国同士のどちらかが攻撃しても、相手も必ず反撃できることから、両国が壊滅するため、結果的に誰も攻撃をしない。この恐怖の均衡状態で戦争を防ごうとする戦略のことです。石破氏は、国連が機能しない時代に、アジアに集団安全保障の仕組みを作るのは喫緊の課題と述べ、持論である北大西洋条約機構、NATO のアジア版創設を訴えていることは特徴的でしょう。また石破氏は国民を守るための災害対策にも言及し、能登の震災を例に挙げ、避難所の劣悪な環境を改善すべきだと述べています。台湾やイタリアの迅速な避難体制を参考に、日本でも3時間以内に快適な避難所を提供できるような体制を整えるべきだと強調しています。その上で人口減少問題や地方経済の停滞にも触れ、農業や労働力分配の向上が必要であることも主張しました。この地方創生を日本経済の起爆剤と位置づけているあたりも石破氏の主張ポイントと言えそうです。ちなみに金融政策面では、彼が出版した著書「保守政治家我が政策我が天命」の中で、異次元の金融緩和の長期化で国の財政と日本銀行の財務が悪化したとして、アベノミクスの功罪についてきちんと評価すべき時期が来たと指摘しています。政策集には財政健全化も進める考えも示されています。次の高市早苗氏は総務大臣や経済安全保障担当大臣を歴任し、経済安全保障法の制定や国の防衛力強化に積極的に取り組んできました。また安倍元総理との親しい関係だったことから、保守的な政策や国家の安全保障を最優先に考える安倍路線を大枠で継承していると言えそうです。実際に9日の出馬会見では、総合的な国力を強化するために何よりも経済成長が必要だ、経済成長をどこまでも追い求め、日本をもう一度
世界のてっぺんに押し上げたい、そう強調しました。財政出動の重要性を前面に押し出す姿勢を見せており、これは言ってしまえば大枠はアベノミクスだと言えそうです。安全保障政策については、宇宙、サイバー、電磁波領域、無人機、自立型 AI 兵器など新たな戦争の形にも対応できる国防体制を構築するとしています。ミサイル攻撃に対して相手領域内で有効な反撃を加える能力の保有を含めて取り組みを進めるとのことです。さらに来年の結党70年を機に自民党を鍛え直し、日本の伝統と誇りを持つ政党として憲法論議をリードできるようにすると力強く語りました。また12日の所見発表演説でも、自民党を国民から信頼される政党に生まれ変わらせるということを最優先課題とし、レッツビーリボーンと訴えました。政治資金の透明性を高めること、党本部の財務運営から属人性を排除する意向を示しています。その上で、若手議員を含む党所属議員が資金面で困窮せず、最低限の政治活動ができる環境を整えたいと強調しています。現状、国民の多くが政治に興味を示しているのはお金に関する内容のようです。例えば裏金です。政治資金と派閥の問題ですね。自民党の政治資金問題では、一部の政治家が集めたお金の使い道が不透明だったり不適切だったことがたびたび取り沙汰されています。特に派閥と呼ばれるグループ内でお金が不正に使われていたケースもあり、政治資金の透明性や信頼が問われているわけです。これにより政治とお金の関係が再び注目され、ルールの見直しが求められています。また税金もです。今回金融所得課税についても重要な争点の一つとなっています。金融所得とは株への投資などによって得られる利益のことで、そこにかかる今の税率は 20% 程度になっています。所得税など収入から徴収する他の税金だと、多く稼いでいる人からより多くの税金をもらうという累進課税という仕組みになっていますが、株の税率は一律で 20% です。税率が一律ではお金持ちにとって有利で、お金のない人にとっては不利じゃないかという声があるんです。この金融所得課税の見直しが争点に浮上した背景には、石破氏の発言があります。石破氏は2日の BS 日テレの番組で、金融所得課税の強化について実行したいと発言したのです。しかしこれには国民や他の候補者たちからも否定的な意見が相次ぎました。石破氏はその後の記者会見で、所得が1億円を超えると税率が下がり始めるのは本当に正しいのかということを申し上げたと軌道修正をする発言をしています。なお、この背景にはそもそも2021年の総裁選があります。当時岸田総理は新しい資本主義を掲げ、低所得者層や中間層に対する分配を重視し、その一環として金融所得課税の見直しというのを提案しました。しかし株価が大幅に下落したことや支持率も低下したため、岸田氏はこの政策を撤回し、その後この話題に触れること自体がタブーとなっていたのです。石破氏がこの問題を再び取り上げたことは、格差の是正という観点で見れば議論すべき内容と言えるかもしれません。しかし政府がこれだけ押し出してきた新NISAやイデコなどの投資分野に対しての課税強化だと捉えられてしまえば、不信感も高まってしまうことでしょう。税率を上げるデメリットは他にもあります。たくさんの税金が取られるとなると、お金持ちほど無税や税金の低い海外に移住してしまい、結果として日本の税収が減ったり、実体経済が低迷する可能性だってあります。そのため進次郎氏は、議論するには早すぎる、また他の候補者も再分配の強化をしなければならないところはあるが、少なくとも今ではないと反対する姿勢を見せています。このようにお金の問題を考えるだけでも多くの切り口がありますし、実に様々な考え方があります。これから各候補者が自分の姿勢や考えなどをより細かく伝えていくことになります。
その中ではふとした発言が取り上げられたり、それを後から訂正するといったことなんかも出てきます。投票日に向けてはさらに加熱した動きが出てくることでしょう。だからこそですが、今回のこの動画の内容が全てではありません。僕自身は経済や世界情勢に興味があることから、そういった分野を中心に今回解説することになっていますが、他にもチェックするべき面は多くあるはずです。僕自身も多くの情報を知りたいです。ぜひあなたの知っていることや感じたことなど、一言でもコメント欄に残していってもらえると嬉しいです。すべて読ませていただきます。さて、X のアカウントでは、社会情勢や気になるニュースなどをつぶやいています。フォロワー1万人を目指していますので、よかったら概要欄、コメント欄からフォローしていただけると、更新の励みにもなります。ぜひよろしくお願いします。また、大人の学び直し TV には、他にも政治や経済を解説した動画があるので、ぜひもう一本見て学びを深めていってください。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。